S ダーツチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。S ダーツオフィシャルプレイヤーの村松です。本日は僕の新モデル、ライジングサン G7 と復刻版のライジングサン G1 のご紹介と、Twitter で募集させていただいた質問に答えていこうと思います。それではどうぞ。質問コーナー、 S ダーツの公式 Twitter で募集した質問に、答えていきたいと思います。皆さんなんかいっぱい質問してくれたみたいでありがとうございます。マスクザ木村さんからいただいた質問です。いつも応援します、ありがとうございます。村松選手の投げ方を参考にダーツを投げているんですが、村松選手の弟子になるにはどうしたらいいですか？僕弟子は特に取っておりません。取っておりませんので、まあお店へ来て質問していただけたら弟子的な立場になれるんじゃないかなと、お店来ていっぱいお酒飲んで、お酒ジュースでもいいです。いっぱい投げて、いっぱい質問してください。よろしくお願いします。ケイタさんから、小野かな、ケイタさんからいただいた質問です。村松さんへ、やっぱりフライトはまだまだなくしていきたいですか？かっこまだ君フライトつけてるんだねのセリフが忘れられません。はい、フライト、そうですね、僕は最近はもうちっちゃい改造フライトは最近は使ってないので、今はちょっと結果もいまいちなんで、フライトの大きさに頼って投げていきたいとは思ってますけど、まあなしでも刺さればやっぱかっこいいなとはまだ思ってます。レタロウさん、ちょっと読み方わかんないですけど、からの質問です。昔の試合映像を見ても今の試合を見ても見た目やスタイルが全く変わらない村松選手、若さを保つ秘訣教えてください。そうですね、まあ見た目やスタイル、いや、ちゃんと年とともに少しずつ変わってきてます。両目一重だったのがちゃんとたるんで両目二重になっちゃいましたし、少しずつ太ってます。劇的には変わってないですけど、着々とちゃんと 10年前の画像と見比べたら明らかに顔はおじさんになってるんで、まあ人並みにちゃんと年取ってます。カビゴンさんからいただいた質問です。村松選手、好きな食べ物は何ですか？おすすめのお店やお気に入りでよく行くお店があったら教えてください。そうですね、宅配ピザは好きですね。ピザーラのカレーモントレーをよく食べます。カレーモントレーの L を食べます。ちーさんからいただいた質問です。いつも応援してます、ありがとうございます。左手の親指につけてる指輪ってどこのブランドの指輪ですか？とつけてるのに理由とかってあってしますか？これですね、これはクロムハーツのクロスと、なんだっけ、なんかうねうねしたやつですね。これもう25年ぐらい多分つけてる、ダーツやる前からつけてたんですけど、昔僕がもうパチスロばっかやってた頃は右の親指につけてやってました。今はまあダーツするのに邪魔なんで右から左にしてつけてるだけですけど、まあ特に理由は別にないです。あ、昔買ったやつなんでつけっぱなしに、まあ、安いもんでもないんでつけとくぐらい。はい、以上です。皆さんたくさん質問ありがとうございました。また、スタートで質問募集することあるかもしれないので、何でも聞いてください。
何でも答えます。はい、今回発売されるライジング3 G7 について説明していきたいと思います。ソフトが 2BA の通常版、ナンバー5が通常版と S アーツ限定版、そしてスティールの合計4種類になります。スペックですが、全長と最大径は共通で 42.5mm と 7.8mm、 重量は 2BA が 20g、 ナンバー5が 22g、 スティールがポイント込みで 23g となっています。通常版が DLC ブルーコーティング、 S ダーツ限定版が2本がチタンブルー、1本がクロームシルバーとなっています。続いてこの度数量限定で復刻したライジング3 G1 になります。ナンバー5になりまして、全長が 42.5mm、 最大径が 7.8mm、 重量が 21.5g になっています。スペックはそのままで、8面のマイクロドットのグリップエリアだったり、まあ今でも使ってる人をちらほら見るのでね、嬉しい復刻だと思います。発売日が2016年5月20日だったみたいですけど、とにかく、まあ、ターゲットの技術力をすごい見せられてびっくりしましたし、とにかくわがまま作りたいように作らせていただいたっていう思い出がありますね。そうですね、もともと僕ツルツルが好きなんですけど、やっぱツルツルだと、全部ツルツルだとちょっとどうも受けが悪いんでね。でもまあ握る場所はしっかりツルツルで、しかもポリッシュかけてあるんで、すごい指に吸い付くのが問題ないのと、まあ前もこう素敵なカット入れてもらって、見た目も兼ね備えたいいバレルができたと思ってます。僕は特に違う意識で投げてるっていう感覚はないですね。単純に的が大きいか小さいかだけの違いだと思ってるんで、あとまあソフト、基本ソフトの方が投げる機会、試合とかも多いんで、まあ、それをそこで培ったものをスティールで生かしたいっていうところがあるんで、まあ、ソフトでやった練習がスティールやるとき全く別のことをやりますよだと、単純に2倍練習しなきゃいけなくなると思うんで、そのまま感覚は変えずにソフトもスティールも同じ感覚で投げてます。はい、フライトは大きさはシェイプの僕のモデルのミックスですね。青白青、これの G3 3代目なのかな、こちらですね。青白青の順番で投げます。はい、シャフトはチタンの8のチタンの33mm ですね。多分一番長いやつ、まあ回転しないやつですね。まあ重さに関してはそうですね、まあ僕重いのが好きなんで、単純に全体重くなってもらって構わないと思って使ってますし、重さよりも結構重要なの硬さの方が重要で、主にスティール投げる時なんですけど、やっぱここのしなりで弾かれることがよくあるなと感じるんで、硬いシャフトを使いたいなと思
ってる時にこのチタンがあるのを思い出したんで今のうち使ってました。こんな感じです。まあこのツルツルの場所を持って、人差し指がちょっと先端付近と親指がこう腹でこう投げるときにこの親指の腹の上を人差し指と中指使って転がしながらリリースっていう感じですね。まあ結構複雑なんですけど、万人にはおすすめしません。皆様ここまでいかがだったでしょうか。オンラインショッピングをご希望の方は動画の説明欄にエスダーツのリンクがありますのでぜひチェックしてみてください。またお得に購入できますので僕のクーポンコードイケメン春をご利用いただけたら非常に嬉しいです。またエスダーツの実店舗である池袋店、錦糸町店、台湾の台北店では試し投げができます。お近くの方はぜひ足を運んでいただいて、いっぱい試投してみてください。動画の高評価、チャンネル登録、温かいコメントもよろしくお願いします。
以上、Sダーツオフィシャルプレイヤーの村松春樹がお届けしました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。